どうして悪いことばかり考えてしまうのだろう。そう悩むことはないだろうか。本当はポジティブでいたいのに、ついマイナス思考になってしまうことはよくあるだろう。今回はそんなネガティブ思考を直す方法を学べるスレッドを紹介していく。中盤からは楽に生きるための、心理学のスレも集めた、まずはネガティブ思考に悩む、一致のスレから見ていこう。どうやったらポジティブ思考になれる？鬱とかではないと思うが気づいたらいつも自分はダメなやつだと考えてる。ネガティブ思考を改善する術はあるのだろうか。早速スレミンたちのアドバイスを見ていこう。まずパソコンを窓から投げ捨てます。ネットを断つのは最終手段だと思う。これがないと家族以外と外部との接点がなくなっちまう。何かに夢中になればよい。本読むくらいしかねえな。それもそんなに読むわけじゃないし、なんかおすすめある？ダメだとしてもどうでもよくね。どうでもいいって思えない。どうやったらそう思えるようになる？結局自分以外ごまるみたいなもんなんだから、自分が世界一位だろ。このスレ真面目に気になる。俺の嫁もネガティブすぎて困ってる。いいな、親しい人がいるなんてな。浪人してから友達と連絡取ってねえや。孤独の極地だわ。セロトニントランスポーター遺伝子 LL 型というのがあってだな。トランスポーターとは、脳の中で分泌されたセロトニンを取り込む遺伝子のこと。日本人は 68% もの人が不安遺伝子を多く持っているが、アメリカでは 18% 程度しかいない。日本人はネガティブになりやすい国民性とも言える。未来のこと先のことを一切考えず、過去のこと終わったことを一切振り返らず、今この瞬間にやりたいこと感じたことを一心不乱にやり通す。それってすごく難しいことじゃないか。俺は何を始めるのにもためらっちゃう。走れ。ネガティブも突き詰めると何かの役に立つんじゃないか。というか悩めるうちにどんどん悩めばいいと思うよ。こんなもの埋まる子の役にも立たないよ。乗り越えられれば他人にアドバイスできるし共感することもできるよ。それは良いな。まあアドバイスする人間がまだいないけど。一致は働いて職場でのみ仲間でも作れよ。親が許さない。浪人も半分親のせいでもあるし。体を温める、南国に住む。やっぱり冷え性だから関係あるのかな。夏でも手が冷たい。運動したり何か趣味始めてみたり。じゃあ明日朝一で走ってみようかな。寒い冬にはセロトニンの分泌量が減り、鬱になりやすくなるというデータがある。程よい運動は気分を明るくするという研究結果もあり、効果が期待できそうだ。人生が楽しいと思えばポジティブ思考になれると思うけどな。今楽しくないと思っているのなら、そっから逆算して考えてみるとか。逆算するとものすごい努力と労力が必要かな。その思考がダメなんだ。もしかしたらいつも否定から入ってたりしない？口には出さないけど、頭の中ではそうだな。ネガティブになるやつって自己嫌悪もあるんだけど、それ以外にも他人のせいで自分はこうなったって考えるやつ多いんだよな。他人にこう言われたから自分はそうだとか、親がこうだから自分はこうなったとか、自分なんて己がどうにかしなきゃいけないのに、他人のせいにして自分のダメさを認めないやつばっか。それはあるかも。よくニートは父親は無関心で母親は過干渉って言ってるけど、俺がこうなったのもそのせいかなって思ってる。やっぱり自分に原因があるんだよな。ポジティブシンキングではなくポジティブな行動を行うのだ。自分でポジティブとか言ってたけど具体的にどう振る舞えばいいのかわからん。俺はめちゃめちゃポジティブシンキングだと思う。こんな自分で幸せだわって思うくらいポジティブ。で、ネガティブな人を見て思うのは、自分に価値を求めすぎているんだよね。自分は本当はすごいやつで何でもできるはずと思ってる。人間は裸で生まれたんだから、何もなくて当たり前、何もないところから、何かを見つけて生きていくんだよ。失ったものを数えるよりも、今得ているものを見つけて生きていくんだよね。俺が今持ってるものなんかないよ。本当に、何の才能もねえごまるだわ。才能のないごまるって考えが問題なんだよね。才能がない人はごまる。つまり普通の人は才能があるって考え方でしょ。みんな才能なんてない。いろいろやっていろいろ気づいていく。でも自分は本来あるはずの才能がないごまるって萎縮してしまっている。ごまるでいいのごまるで、ナイスごまる、レッツリサイクル。適当に生きてみろ、割と生きれる、怒られるけど。適当に生きたいんだけど周りの目が怖い。学生の頃は周囲の目があるところではいつも真面目に振る舞ってた。真面目ケークマル。ネガティブな人の特徴、ありがとうを言わない。人に何かしてもらった時はすいませんという、ありがとうって言ってみよう。どんな小さなことをしてもらってもありがとうと言おう。当たってる、とっさに出ちゃうんだよね。姿勢を直す、毎日笑顔でいる、最初は鏡の前でにっこり笑うとかでもいいからさ。やってみるよ。
何か新しいことをするとき、ポジティブな人、〇〇に挑戦してます。ネガティブな人、〇〇ができません。ポジティブな人はできないことをできるようにすることに悩む。ネガティブな人はなんで自分にはできないのかを悩む。当たってるよ。変えられないことで悩んだって仕方がない。じゃあどうすればいいのか、という、その先を考えてみる方が有意義なのかもしれない。バランスよく食べてたくさん動いてたくさん寝ろ。気持ちも生理現象だ。体のコンディションに気を使え。そうだね。とりあえず生活習慣から見直してみます。腹の底から声出して笑ってみる何度も。怒られても丸にはしない。失敗しても丸されない。大切なのは謝ることじゃなく失敗を繰り返さないやり方を探し出すこと考えること。他人に向けるための作り笑顔じゃない。自分が心地よいと思える笑みを気がついた時でいいからやってみる。笑うってのが大事なのか、人目気にして家の中でも笑ってねえや。体を動かす、将来の夢に向かって頑張る、姿勢を良くする、毎日笑って過ごす、こんな感じ。やっぱり大事なのはその辺だよね、頑張ってみるよ。頑張って、応援してるよ。自分も昔イッチみたいなネガティブ思考でさ、なんだか昔の自分みたいで懐かしいんだよ。乗り越えたんだな、すげえな。一時期は自丸未遂を繰り返してた俺でもよ、〇2体言ってた俺でもよ、うつ病だったであろう俺でもよ、ポジティブになれたんだぜ。浪人してるってことは、大学目指せる学力があるってことじゃん。浪人させられるってことは、親はある程度資産があるってこと、目的に反していることかもしれないが、これはあなたのいいところ。本が好きだから色々なことを知っているでしょ。静かに時間を過ごすこともできるね。なんか嬉しいな、泣きたくなるわ。にちゃんしながらできる完璧なポジティブシンキングの作り方、書き込むときに必ず全ての文章にびっくりマークをつける。あら、不思議、なんだかすごくポジティブになった感じがする。これを読んだら、それ以降のレスは全てびっくりマークをつけて書いてくれ。ありがとう。ありがとうって言ってくれた。お前最高じゃん。腹減った。家には何もない。どうしよう。こんな文でもあら不思議、ポジティブに見える。何ここ、ポジティブ天国じゃん。俺も、お前も。みんなポジティブシンク野郎たち。あとカップル見てると丸見たくなるけど、これはどうしたらよい。もうとにかく恋の話とか聞くだけでも嫌になる。これには思わずうなずいている人もいるのではないだろうか。リア充爆発しろってうなっとけ。自分もいつかああなるんだって思っとくとか。羨ましいって思っているなら、それはお前がそれを憧れているからだ。憧れを持たない人間は前に進めない。カップルを見て丸見たくなるやつはそれを望んでいるってことだ。何も恥ずかしくはない。お前の過去すべての先祖様は全員結婚して子供を残したんだ。お前は結婚に関してはエリート中のエリート家系なんだよ。いつか来る出会いのために、己を磨くんだ。俺先日すごいところに旅行に行ったの。とっても綺麗な場所なんだけど、なかなか行ける場所じゃないの。やっとの思いでそこに行ったの。そしたら土砂降りだったの。3日間も土砂降りだったの。本当はもっともっと綺麗なはずの景色もびしょ濡れだったの。そこで俺は思ったの。これはもう一度ここへ来て、本当の景色を見なくてはならないなって。これくらいポジティブシンキング。むしろなぜ、俺はこんなにポジティブシンキングになってしまったのかの方が自分でも気になるわ。人格改造セミナーみたいのに行ったこともないし、チビデブおっさんだし。俺さ、来年から留学でドイツに6年以上行くんだよ。結構楽しみなんだが、外人さんと仲良くなれるか怖いんだ。ポジティブおじさんから何か一言ください。外人って言っても普通の人間、ドイツ人は真面目でいい人ばかりだ。ドイツ人と仲良くなって日本のことを聞かれたら最初にこう言ってやれ。ダンケシェーンは日本語でありがとうです。あの、落とし物ですよ。あなたのすぐ後ろに落ちていましたよ。ネガティブに悩んでいるイッチだが、改善したいという気持ちは素晴らしい。スレミンたちのアドバイスをもとに、少しでもポジティブになれるよう応援したくなるスレだった。続いてはポジティブなイッチによるネガティブ改善指南だ。このスレを見れば、皆さんもポジティブ人間になれる、かもしれない。マイナス思考直したいやつ来い。マイナス思考とかネガティブ思考を直したい人いるかな。役に立つかわからんけど、需要あれば変えていく。はよ。マイナス思考したいやつ来いに見えた。はよ。本当にポジティブな人は自分がポジティブだとか考えていないと思う。マイナス思考の一番の原因は考えすぎだと俺は思う。だから、第一段階としてはまあいいかで妥協できるポイントを作るところから始めるといい。わかる。例えば、なんかの説明会とか講演とかで私服での来場しても構いませんってあるのに、私服で大丈夫なのかなとかすごい気にする人いるじゃん。こういう気にしすぎちゃう癖がネガティブの根源なわけ。マイナスっていうか悪いことあったらずっと引きずるタイプなんだけど、
大丈夫？自分で自分を責めるときはまだいいんだけど、他人から何か指摘されたりネガティブなこと、言われると泣きたくなるんだ。9や14が言ってるみたいに、他人から注意されたり叱責されたりしたことを引きずるのもそう。あの時失敗したの、本当に恥ずかしかったなぁとか A さんには迷惑かけちゃったなぁって繰り返し考えるたびに気にしちゃうんだから、やってしまったことはしょうがない、次は頑張ろう、って切り替えていくしかない。大事なのは、次を考えること。無理に決まってんだろ、続きはよ。聞くだけ聞こう。おっしゃる通りだが、実際にその場になると前向き思考になれず悩んでいる人が多い。とはいえ、人の思考はトレーニング次第で変わる。ここはおとなしく聞いてみよう。知人がネガティブなんだがポジティブにさせたい。本人が自覚しないと難しいと思う。あ、最初に書き忘れたけど、ネガティブな人の中には本当に精神の病気の人もいるから気をつけてね。次頑張ろう、ってすぐに思えんわって人は、下のことを考えてほしい。何が原因で失敗したのか、その原因は解消可能か、解消不可能ならタイミングが悪かったと割り切れ、解消可能なら、次に失敗しないために何ができるか、できることがあればやる。って感じに少しずつ次に繋げていけばいい。これを実行していく中で、絶対自分を否定しないでほしい。原因が自分の鈍臭さとかにあっても、自分がとろいのは性分だからって妥協して、自分でもなんとかできる方法を考えればいい。とにかく、自分で自分自身を責めたり、見捨てたりはするな。うわぁ、薄っぺらいな。せめてハーバード大の教授が書いたポジティブ心理学くらい読んでから来いよ。薄っぺらくてもいいんじゃない。気軽に意識を変えることもできるよくらいに思ってください。この程度のことならリアルでも散々言われました。それでも治らないで来損ないが僕たちなんですよ。22みたいに散々言われたとか、それでも治らないっていう人結構いるけど、人間やればできると思うよ。いきなりポジティブになるのは無理だから、地道にちょっとずつ前向きになればいいと思う。ポジティブじゃなくて、ネガティブじゃなくなればいいんだよ。すぐにこの通りに思考を変えようと思っても、なかなかうまくはいかないだろう。小さなことからポジティブ思考の癖をつけていきたい。特定の一人から遠回しに臭いって言われてずっと凹んでる。それが原因で人に会うのが嫌になった。他の人に聞いてもそんなことないって言うし、どう考えるべきかな？それは自習症というものだ。それは自習症の可能性あるわ。自分の気にしすぎが原因。周りがそんなことないって言うならそんなことない。自習症とは、自分が臭いのではないか、と不安になる病気のこと。ほとんどの場合、実際に匂いは出ておらず、不安な気持ちがそう感じさせている。どうしても気になる場合は耳鼻咽喉科を受診したり、臭気測定器などで数値化して安心するのも手だ。最近受験も迫ってきたこともあってかネガティブ思考がひどくなってきた。寝つきが悪くなった上に、電車に乗り遅れたり学校に教材を忘れたりする夢を見るようになって辛い。どうでもいいこと引きずるわ。書店で立ち読みしてる人とぶつかった時に謝り損ねたのを未だに思い出す。しかも1年以上も前の出来事。あと、次のことを考えていく上で、自分が成功するビジョンを持っていてほしい。引きずる人はいつかの失敗体験を何度も何度も繰り返していると思う。失敗したイメージばっかり思い出しているうちにそれが定着して次も失敗しやすくなる。だから、なるべく次は成功するぞ、と思うようにしてれば成功する確率も上がると思う。もし、それがイメージしにくければ次はうまくいくはずって声に出せばいい。大事な書類出した後しばらくは不安とかもすごい。年末調整の後とか、なんかミスってていつか税務署から金が足りねえぞってくるんじゃないかとか恐れる。そういうのはなるようになると思うしかないわ。ミスがわかるまでは動きようがないんだし。成功のラインを自分で定めておくのもいいと思う。そのラインから自分を客観的に評価できるし、その評価を次に活かせるし、そのラインも何個か用意しておくと、できなかった。ってめっちゃ落ち込まなくて済む。緊張するとみんな変な汗かく。他人と会うと脇汗出るんだがこれはどこか狂ってる？そんなもんだと思うよ。俺もお偉いさんとか、美人な姉ちゃんと話すときは緊張するし脇汗かくわ。尋常じゃない量の人は病気だと思うけど。多分、これを繰り返していけば多少はマシになっていくと思う。治らんかったらごめん。なんか他にこういうのどうすればいいとかある。って噛みてる人いるのか？明日から試してみるよ。結局のところこのスレに書いてあるようなことを実践して人格を作り変えるほかないんだろうな。人格を変えるっていうか失敗した時の考え方を変えればいいと思う。ネガティブ思考を直すためのスレを紹介しているが、そもそもネガティブは直さなければならないものなのだろうか？こんな意見も現れた。ネガティブを直す必要はない。
ただ使いどころがあって同時にポジティブを使えるようにすることが大事。43の言う通り、ネガティブって言い換えれば慎重な人だと思うし、人格まで変える必要はない。その思考の切り替えができないんだな。マイナス思考直すことをマイナス思考で考えてしまうから困る。じゃあ、相手を否定したりけなしたりするのをやめるとこから始めたら、暗い言葉、マイナスな言葉ばっか使ってるとそれだけでマイナス思考になりやすいと思う。前向きに考えようと心がけてるけど、心の奥底ではどうしても失敗するのが怖い。失敗が怖くない奴はいないよ。失敗が怖いから努力するんだ。失敗体験がある日突然脳裏に蘇って、どうしようもないくらい自暴自棄になるのはネガティブ思考でしょうか？どっちかはわからんけど、自暴自棄になっても次頑張ろうと思えるんなら大丈夫だよ。ネガティブでもいい。この言葉に救われる人もいるのではないだろうか。例えば仕事でプロジェクトを起こした時、ネガティブな人に計画してもらえばとても慎重なプランが出来上がり失敗に対する要因も分析できている。そこからポジティブな人にバトンタッチし計画をぐいぐい進めるとスムーズかつ進捗が早い。プランはネガティブに、しかしアクションはポジティブに思い切ったが最後振り返らないで一気に進む癖をつけるといいね。考え方を変えればとは言うけど今の俺にこのスレに書いてあるような考えは無理だし、少しずつ前向きにとか人間やればできるとかもお腹いっぱいですし、なんていうか今更ネガティブ思考を直したいなんて贅沢は言わないんで、他人をネガティブ思考に巻き込まない画期的なアイデアが知りたいです。直す必要はないのよ。ただネガティブなことを自覚していて誰かに意見を突っ込まれた時に慎重に考えちゃってなかなか一歩が出ないんですっていう言い方だけでいいと思うのよ。57の言う通りだと思う。巻き込みそうで怖かったら、周りに先に相談するって手もあるよ。あ、それいいですね。いただきます。それと似たようなこと言って上司に笑わせんな、って怒鳴られたことがあったんだけど、もともと信頼されてなかったっぽいからそれ以前の問題だったのかな。そういう人に対して多分これでいけるはずですよ。大丈夫です。って言ってもお前の言うことなんか当てになるか、って言われると思うよ。その人はそういう人なの。と共感できない人だからそっとしておいたらいいの。あ、そうそう、上の思考にいきなり持っていけない人は、嬉しかったことや楽しかったことを人に話したり、Twitter とか日記とかに書いたりして、自分が目や耳で確認できるようにするといいと思う。そしたら、自分も幸せだなって思えるし、それでちょっと気分が明るくなる。あとは、明るい言葉やプラスの言葉をなるべく使うこと、そういう言葉は明るい雰囲気を作るから。そもそも間違ってるのが思考がネガティブだと悪いんじゃないってこと。そんなもん変える必要はないし、今のままでいいんだけど、悩みに対してどうしたらもっと楽になれるのかということを突き詰めるべきなのね。ポジティブな人と比較してポジティブな方が楽な気がしてるんだろうけどそれは別問題なのよ。62みたいな考え方ができるようになりたいわ。さっきからレス見ててとても勉強になる。お世辞とかそういうのじゃなくて、マジで、ポジティブネガティブってあくまで分類であって、実は考え方って変わらないのかもね。その分類の基準を自分で変えてるだけであって。最後の行はどういうこと？私はネガティブだからって悩んでるってことはポジティブな人に対して劣等感を持ってるのよ。人は明るい方がいいんだ、とか明るくならなくちゃいけないんだって思ってるってこと。でもそんな必要なことなくてね、ネガティブならネガティブなりの解決策もちゃんとあるのよ。自己嫌悪が先に来ちゃってそこを忘れがちな人が多いの。ネガティブなりに楽になる方法ってのがいまいちつかめない。自分は考えないことが一番楽なように思えるんだけど、これってポジティブな人な気がするんだよね。ネガティブなりに解決するって、例えばどういうのがあるの？考えないようにするのが楽だと思うんなら考えないのが一番だけど、自分はネガティブだから考えちゃうんだって思ってるってこと？うん。考えすぎはね、真剣に向き合ってる証拠よね。でもそれはネガティブだから考えすぎてるんじゃなくて真面目だから考えずにいられないだけなのよ。ちょっと人のせいにしちゃえばいいんじゃないかな。責任転嫁しちゃえ。なるほど、その考え聞いて少し自分のこと分かったかも。他責と自責の両極端にいる人をそれぞれ見てきたから、どっちつかずで悩んでたんだわ。バランス取ってくことも大切だよね。サンクス。ビップには珍しい良心のスレ。ネガティブ思考はダメなことばかりではない。物事を慎重に、深く考えられること、リスク管理に長けている証だ。自己否定をしてしまわない程度に、気持ちをうまくコントロールできるのが理想。ネガティブもポジティブに捉えながら過ごしたい。最後は心理学に関するスレだ。一致の人生を変えた一冊とは？アドラー心理学を学んだ俺は幸せ。いろいろと人生はかどる。
アドラー心理学とは、オーストリアの精神科医であるアルフレッド・アドラーが提唱した心理学だ。人は目的のもと生きている、幸せになるには勇気を持つという思考からできている。よかったね。おめでとう。課題の分離。アドラー心理学でよく語られるのがこれだ。例えば誰かが不機嫌な時、自分が何かしてしまったのでは?と自分の問題として捉える人がいる。相手の機嫌は相手の問題。踏み込みすぎないことで、ストレスが溜まりにくくなるというテクニックだ。これのおかげでストレスなく生きられる。ヒトラー心理学?ヒトラーは支配してたからむしろ逆だね。支配しないしさせない。へえ、面白そうやん。具体的に?幸せを具体的に話すと、今まで人に嫌われたくなくてかなりのストレスで生きてたけど、今はありのままの自分でいられるからストレスが少ない。頭では理解してても実践するの難しくね。俺はすんなり入ったな。常識をどんどん覆されたのが面白かったし、何より寮で共同生活してるから実践もかなりしやすかった。一週間後一致、アドラー心理学なんて意味なかったんだ。むしろここ1ヶ月のストレスは風だけ。対人関係で悩むことはなくなったし、上司とも対等に話せるようになった。ガキにこそアドラーの教えが必要。まあ確かにそうだね。特別よく勉強などでよくあろうとする生徒にはむしろ伸び伸び勉強できるようになる。トラウマがどうのこうのってやつでしょ。トラウマは存在しない?ね。原因にこだわるよりこれから何するかにこだわることが大切。ショックな経験をしたからといって、その経験が未来を決定づけることはない。ちなみにアドラー心理学では煽ってる人の目的を考える、構われたいのが目的で、ある種の怒りや楽しさの感情を使って何かの反応を待っている、だから競争を降りて無視するのが一番。確かに俺が煽った理由は、バマルは単純でいいなという発言が間違っていることを指摘したかったんだけど、ビップだと浮いてしまうからそれを遠回しに煽るような発言で指摘しただけだけど、発言したいことをすればいい、浮くなんてこと考えず、もしそれで嫌われるようであれば、それは君が自由に生きているという証拠だ。その心理学ってのを教えてくれよん。伝えたいことが多すぎる、何せ本3冊読んだんだぜ。ふわっと言うと、人生をよりよく生きる方法が書いてある心理学だ。重要だと思うところを教えてください。そうだな、とりあえず他人からの承認は求めない、そして自分から行動を起こし、それに相手がどう反応するかはこっちの知れるところではない。書いてみたけど、深い理解には本2冊はいるよ。よく知らんけど、なんとなく押し付けがましそうなイメージ、合ってる?本自体か、嫌われる勇気は押し付けがましくないよ。しっかり深いところまで問いただすことで理解に導いてくれる。過去のトラウマは今の人生に一切関係ない。良いよな。面白いけど根拠が弱いんだよな。へりくつ好きな俺としては物足りないからフロイトの方が好き。フロイトは、夢や無意識についての分析を行った人物だ。心理学者の中ではフロイト、ユング、アドラーあたりが有名なので、自分に合うものを選んでみるのもいいだろう。わかりやすい解説本も出ているので、興味のある人はぜひ調べてみてほしい。俺はアドラーしか学ぶ気がないな。確かに自立は俺にとって必要なのか、人の付き合いを面倒くさいと思う時はどうすればとか、いろいろわからないことはある。アドラーでこと足りてるならそれでいいんじゃね。俺には物足りないだけだから。トラウマが原動力になるんじゃないの？いや、トラウマは存在しない。過去が今に与える影響は無視してよい。もしもトラウマを原動力にして失敗したら言い訳にしてしまうから。依存やね。むしろ他人からの承認を一切求めないから自立に近い。他人と一緒でないといられない。他人から認められたい。何かで特別な存在でありたいとしている人ほど他者に依存していると考える。自己中になれない人はアドラー心理学を読むべき。よくわかってるね。自己中は行き過ぎてるし、他者貢献のことも考えなければならないけど、そういう傾向の人に読んでほしい。俺くらいになると一冊の本ごときに思考回路を塗り替えられるようなことはない。影響は多少なりともあるがない。ワイガン顧問の思考回路を塗り替えるには100冊の本を読んで積み重ねなければ。なら嫌われる勇気を読んでくれ。人生を変える一冊は存在するぞ。嫌われる勇気は、2013年に発売されるや否やベストセラーになり、ドラマ化もされた有名な一冊である。世界40以上の国と地域で翻訳され、累計1000万部を超える。人間関係の悩みに関する解決法などがわかりやすく書かれたビジネス書だ。仙人みたいだな。俺も楽になりたいけど、よ捨て人にもなりたくない。よは捨ててないよ。むしろ上下関係で人間を見てたから、全てを横の関係で捉えると上司とも対等に話せるようになった。全ての悩みは人間関係に帰するって、なあほな。人
けば聞くほど日本人とは対極にあるような思想だな。日本人はストレス大国と言われるのがよくわかる。みんな、他人と群れようと必死だからね。人生を生き生きと過ごしてる人ってアドラー心理学の内容を無意識に理解して行動してるよね。そういう人生を楽しく生きるコツみたいなものをきちんと言葉にしてまとめたアドラーの功績はすごいと思う。無意識なんて言うとアドラーは怒るんじゃない？そうでもないの？いや本当に尊敬する。無意識でできてる奴はいるし、俺にはその気づきは一生なかったと思うからすごい。よかったね、役に立つなら好きになるわな。そりゃ今思うとアドラー知ってたのかと思うような奴多いよな。でも他人貢献の良さを知ってる奴は少ない。わかる、尊敬できる人はほぼ完璧にアドラーの生き方通りに生きてる。びっくりするくらい普遍的で的を射てると思うわ。まるでアドラー的でない幸せは存在しないかのような物言いだ。受け入れがたいな。競争の中でいる幸せでは一生満たされないのは確かだよ。競争とは違う形の幸せは全てアドラー的な幸せだと言えるのか？自分の生き方に口を挟んでくる人間にブチギレてたところだから、アスキラはレルなんとかっていう本買うわ。アドラーはフロイトの無意識論を否定してるんじゃなくて、フロイト的な心理作用の分析だけでは人間は幸福になれないって言ってるだけ。幸せを探す話なんだ、へぇ。人に生き方を指摘されてもそれ以上踏み込ませない方が良いね。詳しくは本に書いてあるし、解決もできる、怒りもコントロールできるようになるよ。そもそも満たされねえってなんだ。満たされてない渇望状態を欲してそれによって満たされる人だっているだろ。人間は盗作する生き物だ。こないだ読んだ本で世界の全てをマッピングしようっていう厚かましさにだんだん腹立ってきた。俺はまとめサイトから名言しろって。自分の行動指針にできるものを覚えて、自分の行動と照らし合わせて、自分の理想像を作っていくって感じ。哲学や心理学なんて真面目にやりすぎると人格がゲシュタルト崩壊する。そう簡単に変われるもんじゃない。得体の知れない宗教信者にいきなりあなたは今大変不幸な状態にいますと言われた時と同種の不快感だ。アドラー心理学は自己啓発に近い部分があるため、合わないと感じる人もいるのも事実。自分に取り入れられそうな部分だけ読んでみるのもありだろう。わかるよ、説明してくれないからな。事実であるものとして告げてくるだけで根拠がよく見えてこないから、まあ信じる信じないの世界だよ。救われるという人がいるならそれはそれでいいんじゃないのかな。おとなしく勝手に救われてる分には文句ねえけど、どうしてこう厚かましいんだろ。養分を知れよってアドラーさんは書いてなかったの？書いてなかったとすれば手落ちだわ。いいと思ったものは人に勧めたくなるじゃん。そうやって自分以外の多くの人が認めれば、勧めた自分もさらに信じることができて、気持ちも安定するもんだし、まあしゃあない。よく知りもしないのに、れっきとした学問体系を信仰宗教と同列に語ってるやつは、本当に哀れだと思う。別にアドラーをディスってるわけじゃねえよ。それを扱うやつをディスってんだよ。もうちょっと分別的になってくれよ君。アドラーは学問なの？エッセイじゃなくて。アドラーはオーストリアの心理学者だよ。学者もエッセイ書くやん。例えば哲学者のエッセイとか学問としては扱えないけど、眼蓄あるそういうもんではなくて本当に学問なの？きちんと教科書もあって、大学で学ばれてる学問だよ。心理というより心なんてあるのか？心を主観と置き換えるとわかりやすい。主観の存在を排除して客観的事実だけを解明しようとしたのが物理学や科学などの自然科学。逆に、主観から捉えた世界のあり方や人生の目的、幸福などについて解明しようとしたのが哲学。むしろ心理学こそ客観的事実を追求しなくてはならんのだがな。その通りだね。だからアドラーも客観的事実に基づいて心を解明しようとしたフロイト派から批判を浴びた。主観というのはつまり私のことな。デカルトの言われ思うゆえに我ありの我。読んで感激しても、1ヶ月後には普通の生活に戻ってるというオチ。あなたは変わらない決心をしている。アドラー心理学の本のおすすめ教えて。嫌われる勇気こそ入門書にして完結作。心理学といえば、占い、宗教、催眠術のように、あまり良いイメージを持たない人も多い。興味はあっても、漠然とした恐怖心から敬遠する人もいる。もしも皆さんが生きづらいと感じているならば、一度心理学の扉を開いてみてはどうだろうか？もしかすると、物事の見え方が変わるかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんはネガティブ思考に陥ってしまった時、どのように対処していますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。